皆さんこんにちは、桜井太斗です。本日はですね、桜平に来ています。桜平、空が広いですね。テレワークをしようかなと思いますので、ちょっとこちらにお邪魔して今日はお届けします。コーヒーはね、このおしぼりがあるのが最高ですね。基本的にはですね、朝はこの選べるモーニングがおすすめですね。ゆで卵もしくは卵ペースト、あと名古屋のですね、オグラーンというのもあるので、コーヒー頼むとね、これがついてくるので、コーヒー一杯で十分朝楽しめます。まあ当日ね、私は今日はこのドミグラスバーガーを頼みましたが、まあ、撮影ということでご勘弁ください。今日は実はですね、コーヒーを2つ頼んだんですけども、ゆうこも一緒にテレワークで来てます。早速いただきます。結構ねボリュームあんでね、なんか家ではいつもねエスプレッソ飲んでるんで、ドリップコーヒーねたまに飲むとうまいですよね。で、朝からハンバーガー開けます。あとね、混んでる時は、2時間でご遠慮くださいということになってます。店内こんな感じの雰囲気になってます。ということで、こちらが本日のおすすめということです。燻製の盛り合わせ、それから富山湾の白魚のかき揚げっていうのがありますね。通常メニューはこんな感じで、天ざる、くるみそば、このくるみそばがね、地元小諸のくるみを丁寧に使いましたということと、白芋コロッケ、これは何ですかね。あ、これは信州そば切りの店という、なんか認定店があるみたいですけども、そばにこだわりがある感じで、そばの量が多いというのが注意書きとして書いてます。あ、ツイッターとインスタグラムもやってますね。スタンダードな天丼なんかもあったりしますね。そばのメニューです。かけそば、きつねそば、卵とじそば、結構いろいろね、角煮とか穴子もあって、なかなかバリエーション豊かな感じです。天ざるの天ぷらが来ましたけども、こんな感じの盛りになってます。すごい盛りですね。こんな感じでざるそばも来ました。こちらがですね、くるみだれですね。そしてこちらが普通の汁という感じになってます。ちなみにゆうこはですね、こんな感じの天丼とそばのセットという感じになってます。
最後にですね、芋ようかん。いただきます。結構手作りなんでね、あの口の中でふわっとする感じがあって、まあ、こういうのはなかなか市販品は出せない感じですね。はい、今日は里心さんでランチをしました。今日のお会計がですね、合計3399円でした。2人でね、あれだけ食べて、あの私も天丼とそばのセットだし、タイトさんもそばで結構ね、盛りが良くて、でしかもデザートにね、芋ようかんもつけてくれるという大サービスで、これは本当にコスパ大だと思います。小諸までね、ぜひ足を伸ばして来てみてください。